はい、ジュラシックパークの廃墟バトル、今日もやっていきたいと思います。はい、まずは、これはちょっと悩みますけど、スコタトル最近ねちょっとご無沙汰なんで、たまには出してみましょう。ただこれの場合は先制ができないので、おそらく先制ができないと思いますので、これはできましたね。はい、継続ダメージ打って、で相手が打ち返してくると、でそれに対して、もう一回こっち側が先制握ってるんですけど、向こうは先制を多分打ってくるので、こっちも先制打てないと負けちゃいますから、先制打って即時抑制をしてくると。あ、変えてきましたね。でこれに対して、はい、無効化攻撃を打っていきます。向こうも無効化攻撃を打ってきましたね。これまあもう一回打てればもういいんじゃないでしょうかね。向こう先制打ってくるけど、あ、即時妨害打ってもですね、継続ダメージはこれ効きますので、でこれ効いた状態でですね、もう一回こっちはですね無効化攻撃を打って、はい、これでいいんじゃないでしょうかね。はい、そうするともう一回あの城出してくるか。でもこれ負けるので、これ出してきてもちょっときついと思うんですけど、僕もう手がないのでしょうがないからこれを打ちますが、はい、これはもうねやられても仕方ないです。はい、ここでゆたしのを出してきますが、向こう先制持ってるのがちょっとね嫌な感じなんだけど、どうしようかな。ソロドロ出しておいた方がいいかな。はい、おそらく先制を出してくると思うんですよね。そうですよね、これがちょっと嫌だったんですよね。これかかっちゃうとね、はい、かからないので、はい、打ってきますが、向こうは帰ってくる、うん、帰ってくる。はい、なので一応これにしときました。これでかかってくれるとですね、次戦いやすいので、あ、ここで変えてきましたね。あ、これは2倍打っておけばよかったですね。ちょっと失敗ですが、クリティカルで倒せるかな。これ倒せないとですね、もうね2倍打っちゃいますから、はい、ここまで来たら次またこれ先制するんでしょうけど、こっち先制また打てちゃうので全く意味がないですよね。はい、ということで、これも楽勝でしたね。はい、ありがとうございました。はい、ということでこれでコインが入りますが、